今日はグループ E です。この2本があります。さあ、まあ、最初は順位発表。1位、オランダ。2位、デンマーク。3位、カメルーン。4位、日本。となっています。まず、1、いや、この順位はですね、オランダはやはりちょっと抜けてる存在で、デンマークとカメルーンが難しかったんですが、本番に強くて、いろんな面の強さがあるデンマークの方が僕は強いと思います。そして3位がカメルーン、4位が日本です。そして、まあ、チームの特徴を言っていきましょう。オランダはやはり伝統の433か451ですね。ですが中盤はですね、攻撃寄りとも言われてますが、攻撃的すぎるチームとも呼ばれてます。ファンボメルとあの2ボランチのファンボメルとデヨングのダブルボランチ のハードワークでも全部が大丈夫になります。ディフェンダーのラインまで行っても落ち着いてプレーができるところがいいでしょう。やはりそこはオールセンのを中心にしたベテラン勢のおかげでしょうかね。で、2位のデンマーク、このチームは相当本番に強いです。ユーロでも優勝したりもしていますからね。ワールドカップでも最近98年大会でベスト8になったり、すごいいいチームですからね。で、カメルーン、これはわずか一歩デンマークに負けてると思うんですよ。で、カメルーンはいろんなタレントがいて相当怖いチームともされてますが、どちらかというとデンマークのトマソンなどのフォワードとあの世界レベルのディフェンダーたちには守備で阻まれて、攻撃面はいいんですが守備面でミスが多すぎると思うので、多分ですね、デンマークにちょっと点が入って偏るかもしれません。そして4位の日本、これは点も入んないと思いますがね、運で どうにか2位になれるかもしれませんが、ちょっとだけ隠したかなとも思います。まあですが、いいところもありますし、まあ大丈夫かもしれませんけど、ちょっと隠したなと思います。そしてもう次は選手たちの特徴を言っていきます。オランダはウィズリー・スナイデルなどの中盤の前線の方のサイドとトップ下ら辺が相当攻撃的で、フォワードの選手たちもいますし、スナイデルはミッドフィルダーなんですが、インテルの本当トップ下をやっているという意味ですごいレベルの高い選手ですね。で、その他にもフォワードカイトがちょっと得点力がないかなとも思いますが、ちょっとそこには苦しんでますが、やはり攻撃的なサッカーをしているだけにそこは大丈夫だと思います。そして2位のデンマーク、このチームはさっき言ったようにすごい本番に強いんですが、その本番に強かった選手たちが残っているというのが一番です。これは大事な、というより若い人とベテランのバランスが完璧なんだと思いますね。はい、このチームはフォワードサイドを使い最後にトマソンが決めるというのが理想的ですが、どこからでもこのチームもサイドから切れ込んで点などもありますし、面白いチームですよね。はい、あとアッケルとアッケルやキアなどがヘディングで押し詰めたりもありえます。
という意味で守備も攻撃もいいチームというのは分かりますね。で3位のカメルーン、これはやっぱり選手層がいいです。ウェゴとエトウ、それにいろんな中和もいます。マクンなどは本当すごい世界レベルですからね。でディフェンスがちょっとだけ怖いかなとも思われますが、これもいいチームでしょ。日本は世界レベルというと中村俊輔がちょっとそうかなというぐらいしか言えないと思います。まあ特徴があっていいかもしれませんが、ちょっとやっぱり4位だと思います。やっぱり決定力がないのです。ワールドカップでなかなか点が入らなくて4位になると思われますね。ということでした。ちょっと早めなんですけど、グループ E を終わります。最後に順位を言います。1位オランダ、2位デンマーク、3位カメルーン、4位日本です。ありがとうございました。